こんにちは、ライターの木野と申します。今日は福島第一原発の事故当時から2011年の末まで、東京電力の社員として福島第一原発で、中央制御室というところの運転員として、事故の対応に当たっていた井戸川龍太さんの話を、聞きたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにその運転員っていうのは具体的な仕事というのはどういうことをするの？ざっくばらんに言ってしまえば原子力発電所プラントを、統括して運転、要は発電機を回してみたりとか、制御棒を操作してみたりとか、そういった、仕事、最前線でやるような仕事ですね。これ運転員がいないと原発動かないですよね。そうですね、中央制御室っていうのがちょっと今ざっくり説明すると、原子炉と原子炉の2つをつないだタービン建屋っていう、建物が大きい建物があって、その間にあるんですけど、ここで1号機と2号機を両方見てるっていうことになるんですね。そうですね、こちらで、こういう操作パネルがあって、1号機用、でこっち、反対側に2号機用って形でありますね。2011年の3月11日は、当日は地震の時はどこに、当日はですね、前日まで夜勤で、その3月11日から、休みだったんですね、ちょうど、当時実家にいたんですけども、揺れが収まるまでとりあえず待ったんですけども、これはもうダメだなとあの地震の強さによって緊急停止っていうのは警報としてあるんですけども、それはもう引っかかったなと、緊急停止したなっていうのはもう大体もう察知できたので、そんで緊急停止しちゃうとかなり、混雑すると、いろいろやることが多いので、正直12人でやってますけども、結構大変なんですよね。なので、応援に行ければいいかなと思って最初それで向かいましたね。発電所に着いたのが何時ぐらい？15時半とか。15時半だとちょうど津波、そうですね、津波が到達したぐらいに着いたと思います、免震棟に行って、免震棟でするともう免震棟の中もじゃあその時はこうぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃですね、はい。中央制御室に行ったのが何時、夕方の17時ぐらいだと記憶してますね。もうその時間だとあの津波の後だから、電源が全部落ちた、いわゆる全電源喪失状態で、中央制御室に行っても真っ暗ですよね。そうですね、もう真っ暗でした。訓練では全電源喪失ってあることはあるんです。あります、はい。でもそっか、すぐに非常用の電源が戻るっていう設定ですよね。そうですね、はい。電源が戻るっていうふうには考えてたんですか、じゃあ。ディーゼル発電機が回らないっていうのは本当にシビアな状態なので、そういう状態になってるっていうことを考えると、やっぱり結構危険な状態だなっていう、すでにもう減災法の10条15条出されてたので、すでに危ない状態っていうのは認識はしてました。その段階で要するに電源が完全にないっていうことは、冷却ができないっていうことも分かるわけですよね。そうですね、はい。冷却ができないと大体1時間2時間3時間って経った時に原子炉がどういう状態になるかっていうのも想像はなんとなくできる。そうですね、もう想像は容易にできるという状態ですね、はい。夜、9時10時11時になるとだんだんその現場の、放射線の線量が上がっていきますよね、少しずつ。中層の方に測定器っていうのはあるので、それをつけて監視は一応していましたね。でやっぱり上がってきていると、こっち側は高いよと。なんでこっち側に、1号機がちょっと高かったんですけども、なんで1号機側の人間も一応2号機寄りに避難しながら、データを取る時だけ1号機に寄るっていう形で、どんどん、スペースはどんどん狭くはなってましたね。とにかくベントをしたい、圧力を逃がさないと危ない状態になるよという状態はみんな把握できているので、とにかくベントをしたい。ただあの時は中央操作室からの指令っていうのが出せなかったので、現場に誰が行く
でいつゴーサインが来るか、その本店からですね、弁当していいよっていうゴーサインが来るかっていうのを待ちでしたね。大体中央制御室にみんな集まってるので、その中で誰が行くっていうのをまあ決めて、その中で何人、3人とか2人とか、2人はなかったかな、3人ぐらいでまあ行きましょうというふうにはなってましたね。中央制御室の中の線量がそれだけ上がってれば、原子炉の建屋の中の線量がどのぐらいかっていうのはなんとなく分かるわけですよね、想像で。そうですね、数字は分からないですけど高いだろうなっていうの。じゃあその中に入っていって作業するって言った時に誰が行くっていうことになるんですか、そこで。その現場では決めるマニュアルは多分ないんですけども、その時はもう現場の上の人間ですね、誰が行くというよりも俺が行くからという人が大半でしたね。1号機の弁当作業が全部で3班体制で行って、最初の一班が行って、その人たちはまあ現場まで行って少し作業ができたようですけど、2班目が行った時に線量が高かったんで、という報告をして、3班目は結局行ってすぐに帰ってきて、まあ、結局弁当の作業ができなかったんだと思うんですね。あの時は雰囲気って覚えてらっしゃいます？帰ってきた人間ですか。まあ、できなかったっていうので、まあ、悔しい思いしているような感じではありますよね。いけないと、あっちまでは行けなかったっていう感じで。12日の朝になって、結局作業がほとんど進んでない状態ですよね、はい、やっぱ想像してたんですか、完全に。そうですね、メルトダウンの状態っていうのは、まあ、私個人としてはもう なってるだろうと予想はしてましたね。やっぱり、いや、注水も確実にされているかっていう保証もなかったといえばなかったので、どの段階でも水がないのかと、まあ、幸いその緊急停止っていうのは成功しているので、そんなに急激なあのメルトダウンっていうのはないとは思ってましたけども、まあ、継続するようであればもう溶けてるんじゃないかなというような感じはもう想像してましたね。12日の、午後の、3時半ぐらいですかね、はい、1号機爆発した時っていうのはどこにいたんですか、はい、その時も中央制御室の方にいましたね。個人が地震かなと思ったんですけども、違う人は爆発だと、あ、爆発だって言った人いました。これは地震じゃない、爆発だっていう声が聞こえて、まあ最初どこ爆発したのかなっていう、で最初に想像したのはまあ発電機が爆発したんじゃないかという噂は中の方でありましたけども。そうするとその後建屋が爆発したって分かったのはどのぐらい経ってからなんですか。そうですね、多分免震棟の方でも最初気づかなかったんじゃないですかね、爆発したっていうことが。多分外部から言われて爆発したって聞いたんですかね、その後中層に来たと思うんですけども。あ、じゃあ原子の建屋が吹っ飛んだって聞いた時は、それを耳にした時ってどう思いました、うん、ここにいたらもう確実に死ぬだろうと、そういう恐怖はありましたよね、やっぱり。その恐怖に対して、やべえ、俺ここのままだと死んじゃうからちょっと逃げようかなっていう人は、その中層の中にそういう雰囲気っていうのはなかったんですか。ないですね。中央制御室自体の線量が上がってきたっていう時点でもう危ないかなとは思ってましたけども、爆発したって、だからといって逃げるっていう人は多分誰もいなかったですね。まあ、逃げたいっていう気持ちはま持ってる人間もいたと思うんですけども、実際私も逃げたいっていうか、ここから離れたいっていう気持ちはありましたけども、じゃあ誰が面倒見るんだというのもあって、やっぱり逃げ出すことはできなかったと思いますね。組織として、要するにそのダメじゃないかっていうのを前提にした作業っていうことにはなってないわけですよね、まだ。そのそうですね、はい。だからこっちは早く水が欲しいんですよ、とにかく冷却する手段っていうのを、まあ、本店から
まあよこしてほしいと、応援欲しいんですけども、それが全然来ないんですよね。で最終的に海水を注入するって判断をされたと思うんですけども、あれも多分遅かったですね。その前にやっぱり、まあ、私個人としても入れるものは海水しかねえだろうというふうには思ってましたね。それを思ったのはどのぐらいですか、爆発の前。爆発の前ですね。もう注水する手段がない、大体ないっていうふうになってきたら、もう海水を汲み上げて入れるしかないと。この件でですね、ちょっと、はい、本店からの差し上げましいんですけど、こちら側の勝手な考えだと、いきなり海水っていうのはそのまま材料腐っちゃったりしてもったいないので、なるべく粘って真水を待つっていう選択肢もあるというふうに理解していいんでしょうか。理解していけなくて、もうラインナップがあそこのラインナップをして供給源を海の供給源にしてしまいましたから、今から真水というのはないんです。時間が遅れます。また本店ではテレビ会議の中で、海水を入れるっていう話を吉田さんから出た時に、他にやり方はないのかという話も出てましたけど、で吉田さんはないいう話をして突っぱねて、結局海水を入れてたんですけども、はい、やっぱり冷却が第一ですから、冷却さえできれば、まあ、今回多分防げたんですよね。それができないんで、それをしなかったっていうのは現場からしてもやっぱりかなり歯がゆい気持ちではいましたね。いつになったらそういうの来るのかなと。1号機が爆発した後はそこの中央制御室にいつまでいたんですか。詳しくはその時間、時計とかほとんど見てなかったので詳しくは分からないですけども、まあ、爆発してちょっとしてからですね、退避命令というか、というよりも逃げろと、とりあえずその現場の上の人がですね、俺たち残るって、で若いやつはみんな一時避難させようというので、大体30とか30歳以下とか40歳以下ぐらいですかの人は一旦退避させようと。残った上の人たちというのは何人ぐらいだったんですか。正確には覚えてないですけど5、6人ぐらいですかね。その残した人、残った人ともう会えないんじゃないかなっていう、当時一緒に仕事をしていた主任さん、上司の方がいるんですけども、その人も残ると、私はもう、泣きそうにはなりましたよね。もう会えねえなと思う、そんな、感じで退避はしましたね。その後免震棟に戻って、もう、そうすると店員としては、仕事らしい仕事もない状態で、でも何をしてたんですか。ずっと待機ですね。待機、何かできるかもしれないので、その場で待機しててくるということで免震棟でずっと待機してましたね。3号機が爆発した時はじゃあ免震棟の中。そうですね、はい、免震棟の中で、で爆発も3号機もやっぱり地震かなって最初は思ったんですけど、やっぱり地震みたいな。そして緊急対策本部の方に見に行ったら、煙が出てる映像が流れてたので、なんだこれと、映像見ちゃったのであらーと思って映像を見てたんですけども、だ死んだというよりも、あ、こっちも行ったかというふうに感じただけですね。生活っていうのはどういう生活だったんですか。家にも帰らず、事故以降シャワーも浴びれずですよね。そうですね、相当臭かったと思いますよ。臭かったですかね。ヒゲも伸び放題で面白かったですけどね。事故以降、そうすると最初にシャワー浴びたのって何日後ぐらいなんですか。18日に私は一旦避難というか、休息取っていいよってことで返してもらったんですけども、それまでですね、ずっと。その後にサーベイとかして OK もらって、J ビレッジから出てったんですけども、私東京まで避難したんですけども、その間一回みんなで風呂入るっていうことで、銭湯みたいなところにみんなで入りに行きましたね。スーパー銭湯。そうですね、はい。一旦その東京に戻ってきた時点で安堵感っていうんですか、
まあ、は感じてたので、その後福島第一に戻るっていう、まあもともと交代勤務をしていたので、今行ってる人の交代になるために行くっていう形で、まあ、行きましたね。今度はある程度復旧作業というか事故の収束作業がどんどん始まっていくわけですけれども、はい、東京電力が言うほど簡単には進んでないなっていう印象があったんですけれども、中に現場にいてその後の収束作業っていうのはどういうふうに感じました？まあ一つはもう完全に遅いなと。遅い、何やるにしても遅いのかなっていう印象を受けましたね。あの手配にしてもそうですし、結局なんだろう、一番きつい時に活躍してもらったっていうのは自衛隊であったり、あの警察消防であったり、あの方たちはすごい手を尽くしてくれたのかなって思ってて、いや本店の人間何やってたんだろうというふうに思っていうふうには私は感じてましたけど、まあ、電源が欲しいっていうのがまず最初だと思うんですけども、電源車、まあ、電源車で最初結構初期な段階にもらってはいるんですけど、3号機の爆発で吹っ飛んじゃったんですけども、その後とかいろいろ手配遅いななんては思ってましたね。それ、意思疎通がうまくいってないっていう感じなんですかね、それとも判断が遅いという感じなんですかね。どちらもあると思いますね意思疎通は全然、まあ現場から見るとなってないなと、で判断も遅いなと、まあ、初期の段階でそういうふうにはみんな感じてたと思いますけど、正直その3月12日からですかね、運転員がそのできる作業っていうのはほとんど限られている。その状態にありながらその人だけ呼ぼうと、まあ、運転の担当の人間ですね、人だけ呼ぼうと、でよその来てもらってとりあえず待機だけしてくれと。いや、やることはないんですよ。今まで通りそのデータを取ったりとかっていう仕事はあるんですけども、その他にあるわけじゃないんですけども、まあ人だけ呼びましょうと、何かあった時に動かしたいっていう考えなんでしょうけど、何を考えてるのかちょっとそこの時は分かんなかったですね。要は被爆はするんですよ、確実に。そこにいるだけで被爆しますよね。免震棟にいても被爆はしますし、ましてはその若い人間を被爆させるっていうのはどうしても俺は許せなくて、若いやつはとにかくまだここに来させないで他のところで待機させてくださいって言ったんですけども、それも聞き入れてもらえず。若い人っていうのは20ちょいと過ぎとか。そうですね、もう入社して1年目とか18、19の子とか、その中の子もやっぱり被爆してみたりとか結局はしてるんですけども、いやそれ防げなかったのかなって、それは防げたんじゃないかなって私は思ってるんですけども。退職したのが2012年の1月末、はい、直接のきっかけっていうのは何だったんですか？そうですね、もう会社のその現場でやってる人間というのはすごく頑張ってるんですけど、トップの人間が、トップ、そうですね、会社のトップの人間がいかんせんちょっと合わないなと考えていることがちょっと俺は理解できないなとっていうふうに思って、いやもうついていけないかなと。で直接的なのはやっぱりその12月16日でしたっけ、自己収束宣言ですね。政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催させていただきます。本日第22回原子力災害対策本部が開催をされまして、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋で定めたステップ2の完了が確認をされました。事故のあった原子力発電所の原子炉については安定状態を達成をしており、発電所の事故そのものは収束に至ったものと判断をいたしたものであります。国の方から自己収束宣言ということで、あそんなこと言っちゃっていいんだと言っちゃっていいんだとそんな状況じゃないのによく言えたなと、じゃあ自己収束したならもう勝手にやってくれと、こんなトップにはついていけないよということで、まあ1月ぐらいに辞めましたけど、まあ東京電力は僕は嘘つかれてますから。嘘つかれてる、はい、ね、11年の4月の時に内部被曝検査をして、あなたはこの値ですよと、その時は言われたんですよ。その後に、まあ、7月ぐらいですね、あの東海の方で
精密に検査してくださいということで東海の方で受けて、まあ、当然東海の方が値は低いんですけども、そちらを採用しましょうと。その東海に行った時もすでに要素ってのはなかったんですよ。4月受けた時にはまだ要素が残っていて、その値は出てるんですよ。でそれを無視して、じゃあ東海の値を正としますと。要素はどこになかったことにされてるってことですね、簡単に言えば。彼らから見れば我々は本当に使い勝手のいいコマなんですよ。コマ、はい、そういうふうにしか 見受けられないですね。例えば5年経ったからあなたたちももう一回来てくれと、で100浴びてくれと、じゃあ次また行くから、まあ、実際そうなっちゃうのは仕方ないと思うんですけども、そういう感覚でしか経営者は見てないなと。そのやっぱり現場でやってる人間って頑張ってるんですよ、すごく。それなり死ぬ覚悟もしてやってはいますけども、結局その上の人はその当時何をしていたのかと思うと、何もしてなかったんじゃないかと、死ぬ覚悟でやったのかというふうには思ってしまいますよね、どうしても。自粛収束というか、あの一応廃炉の目標に30年とか40年とか言ってますけれども、長い長期間の作業の中でそういう不満っていうのが社内の中からも現場から上がってくるようになると、作業の自体に支障があるようにも思えるんですけれども、うん、おっしゃる通りだと思います。私も辞めるときに助言として言ってきたんですけども、こういう状況が続くんであれば人はどんどん、人材がいなくなってどんどん運営大変になるっていうのはもう見えてますから、そういう辞める人間を減らすようにとりあえずその力を向けるべきじゃないか、自己収束させるためにもですけど必要じゃないのかと、まあ、今回そういう全部ダメになるってある意味最悪な状態、プラントにとっては最悪な状態だったわけですけれども、一方で、まあ、特に政府筋とかですね、いうところから、まあ、東日本は全部がメルトダウンして爆発して原子炉の格納容器まで大きく損傷して放射能がもっと出るような事態になったら東日本に人が住めなかったじゃないかと、それは不正だと、だから最悪の事態はまあ不正なんだっていうような話も漏れ聞こえてくるんですけれども、まあ、一つは運転員、まあ、東電社員としての見方と、もともと私双葉町からの出身なので、その住民っていう視点でも見なきゃいけないのかなと思いますけども、あのこういう状況になって良かったってことはまずどっちの視点から見てもありえないんですよね。まず運転員からあの、まあ、考えますと、やっぱり何でしょう、最悪の事故を起こしてしまってるんですよね。技術者はこういうことを起こらないために日々訓練なり設備を、まあ、知識を得たりとかっていうのをずっと繰り返してやってきたので、こういうことが起こってしまったっていうのが最低なランクですよね。あとはもう住民としてはもうこれも最低ですよね。土地をもう帰れない土地を作ってしまって、国がその最悪を免れた、国はなんて無能なのだと私は思いますね。その発言自体がもう無能ですよね。無能っていうのは言い方おかしいかもしれないですけど、最低な見方だと思います。そういうふうになって避難させられている今の人たちっていうのはやっぱり大変な思いしてますし、そういうのもやっぱ技術者と、まあ、事業者としても見てもとてももうひどいことをしてしまったというふうに感じますね。現場の運転員でこういう形でちゃんと顔を出して名前を出してというインタビューを受けたのを僕はちょっと見たことがないんですけれども、今回これ出るにあたってですね、なぜこれをこの取材を OK したのか、この状態この事故っていうのは絶対に風化させちゃいけないんですよね。だからいろんな視点でみんなさんに見てほしいなと。そういう意味ではまあ、最前線というか現場でやった人間の証言っていうのが表に出てこないっていうのはちょっとまだ異常なのかなと。この事故の悲惨さっていうのを世の中の皆さんに知っていただくっていうのはすごく私が持った使命なのかなと。要は事故が起こってこの事故を口封じして墓場には持っていけないだろうとは思いますね。
いろんな広くいろんな方に見ていただければとは思いますけども、ありがとうございました。ありがとうございました。